秋田仙北地震は、1914年3月15日4時59分44秒に、秋田県仙北郡を震源として発生した地震である。別名を強く微地震という。地震の規模は、M6.4 から7 1震央は、北奈良岡付近。秋田市で、最大震度の5を記録したほか、北海道から東海地方にかけて、 震度1以上の揺れを観測した。震度の数値はそう大きくはないが、94名の死者を出した。当時、各地の震度をまんべんなく測定する体制は取られていなかったため、戦北地方の震度の記録はないが、全回率と前半回率から求めた震度分布では、小悪ビ村で震度7程度の非常に強い揺れがあったと見られている。 早朝の地震であったことから、秋田県や警察による被害調査や救援及び救護活動は迅速に当日から行われた。小物川周辺の低地と横手盆地の被害が大きかったが、信号から 30km ほど離れた秋田市においても住宅の全壊が報告されている。人的被害は死者94名、負傷者324名、家屋被害は 全六640個、半百575個、消失3個であった。その中でも、千北軍の被害は突出しており、死者86名、負傷者278名、全五580個、半百483個、消失3個、被害の大半を占める。千北軍の各村の被害状況は、神宮寺町うるいやち地,地区が、 全戸数66個のうち47個が全開、全人口452名で47名の死傷者を出した。大沢郷村北の目地区では、全戸数65個で47個が全開、全人口368名で死傷者50名であった。家屋の80%近くが全開、人口の10%以上が死傷した。特に、小悪備村小悪備地区では、 全個数141個のうち、全開74個、半開38個、破損29個。合計は141個となり、すべての家屋が壊れた。上越本線は、堺刈羽の間で普通。尾物川に架か,かる木造の橋梁も落橋した。この地震の特徴は、 大沢豪村を中心とした半径 5km 足らずの地域に極端に強い揺れが起こったこと、前兆となる地震が頻繁に起きていたことである。この地震では、前震が頻発。前震は3月3日から始まり、次第に数を増した。その後は落ち着くも、震度2程度の地震が毎日あったという。前日の14日は2回あり、15日に本震が、 発生した。なお、災害予震は3月28日2時50分に発生した M6.1 であった。ありがとうございます。